はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。クラウド21動画へようこそ。ということで、これからね、ハリーポッター行く方いると思うんですけども、その方たちに、ちょっとね、これは持ってきていた方がいいというものと、あと回り方とか、いろいろ、こういうことを、しといた方がいいよっていうのを、皆さんにね、行く方、これから行く方、皆さんに何か役立てればいいかなと思い、動画を撮ってます。はい、じゃあ早速一つ目なんですけども、モバイルバッテリーは持ってきてください。モバイルバッテリー、はい、こちらですね、なんで持ってきた方がいいかって言いますと、まあ皆さんね、当然のように写真と動画撮ると思うんですけども、これ絶対必須です。絶対持ってきてください。あのですね、このハリーポッターのスタジオツアーですね、なんと全部見るのに4時間かかります。4時間、はい、やばいっしょ。4時間かかります、全部見るのに。なので、途中で、携帯のバッテリーは切れます。必ず切れます。はい、これもう言っときます。はい、僕の場合はですね、前半の2時間ぐらいでもう切れそうでした。もう 10% とかになっちゃって、いやー、ちょっとね、モバイルバッテリーは必須です。モバイルバッテリー持ってこなくても大丈夫かなーって思ってる方、ノー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 、絶対持ってきた方がいいです。 100% 電池切れるので、モバイルバッテリーは絶対持ってきてください。2つ目なんですけども、スニーカーを、履いてきた方がいいです。はい、まあ、スニーカーを持ってきた方がいい理由なんですけども、このスタジオツアーね、まあ4時間かかるっていうことなんで、めちゃくちゃ歩きます。めちゃくちゃ歩きます。そしてめっちゃ疲れます。はい、なので、履きやすい靴、少しでもね、疲れを軽減させるために履きやすい靴、スニーカーをおすすめします。まあ女性の方、特にね、ヒールとか、厚底ブーツなどで、ね、まあおしゃれして、行く方もいると思うんですけども、絶対スニーカーの方がいいです。はい、そして3つ目なんですけども、日傘、サングラス、帽子、まあ、のどれか、はい、持ってきた方がいいです。はい、これなんでかって言いますと、ですね、ハリーポッター外にも、展示品がありまして、まあ、これからね、夏本番、もうすでにね、30度を超えて暑いですけども、炎天下の中結構、列で並んで待ったりするところもあるんですよ。熱中症になったりとかっていうリスクがかなり高いので、日傘、サングラス、帽子、まあ、全部持ってきてもいいと思います。熱中症対策ですね、水分補給はもう絶対しておいてください。持ってきてた方がいいです。続いてですね、ハリーポッターのスタジオツアーのことなんですけども、実はですね、ここのスタジオツアー、実は道が一本道しかありません。一本道。はい。なので、一本道しかないので、引き返すことはできません。はい。引き返すことできないですよ。これ驚きですよね。戻ることはできません。なんでこれ道が一本道なのかって言いますと、混雑を多分避けるためっていうのもあると思うんですよね。一本道だと、みんなね、分散して、いろんなところに散らばって、人気なところに、行かないので、そこに隔離して、一本道で歩くしかないので、そこで混雑緩和っていうのがあります。あとは時間指定っていうのがありますので、時間をずらして、混雑を避けれるっていうことなんで、こちら、スタジオツアー入ったら、10分、20分ぐらいかな、映画を見るような、なんかね、スタジオツアーの説明を受ける、映像を見るような感じになります。上映を20分見た後に、出ていきますので、そしてまた次の組が入ってきますので、それがまた20分後なので、それで混雑が緩和されてるっていうことなんでね、まあ、これはね、結構ね、いいことだと思います。ただデメリットがあるとすれば、戻ることができないってことですね。これがちょっとどうかなっていうところもあるんですけども、まあ混雑緩和を避けるためだったら、まあいいのかなっていうところもあります。はい、5つ目なんですけども、休憩する場所が少ない。こちらなんですけども、スタジオツアー入ると1時間以上かな、1時間後にしか、トイレはありません。必ず入り口入った時にトイレがありますので、必ずトイレは行くようにしてください。1時間後経たないとまたトイレは出現しません。1時間、その間歩くので、ソファーが少ない。うん、これね、4時間僕歩いたんですけども、ソファーが少ない。休憩する場所が ほぼほぼないです。各エリアなんですけども、ソファーの数ちょっと限りがあって、数が少ないんですよね。休憩する場所、これ混雑するときにソファーに座ることができないっていう人が増えてくるんじゃないかなと思います。4時間回った後に最後に、お土産コーナーは最後にあります。最後、スタジオツアー見終わった後に、最後、お土産コーナーの空間に入りますので、そこで、お土産を買うような形になります。
入り口入った時にね、もうお土産コーナーがね、左手側にありますので、まあ、そこからも先にお土産コーナー買ってもいいんですけども、右側に、食事するコーナーがちょっとあったりもします。はい。なので、ハリーポッターね、好きな人はもう、ハリーポッターグッズはもうそこに全てあります。お土産コーナー、バカでかいです。結構広いので、そこでもう欲しいものはほぼほぼあります。スタジオツアー限定の、杖とかもね、なんか白の杖とかでもあったりしますので、USJ には多分ないのかな。このハリーポッターは確か杖とか、なんかオリジナルの杖とかも、東京でしかね、買えないハリーポッターのやつがあったりするので、もうここでね、ハリーポッターのグッズを、買う方はね、買った方が、いいんじゃないかなと思います。以上でですね、ハリーポッタースタジオツアー行く前にね、持ってった方がいいもの、回り方、注意点などね、お話しさせていただきました。またね、ちょっと僕が行った動画、改めて動画出そうと思います。今現在編集中なので。はい。ですね、あとですね、あと僕ブログをやっておりまして、このスタジオツアーハリーポッターの近くに、庭の湯っていう温泉があるんですよね。はい。ハリーポッターのそのスタジオツアーからすぐ近くです。豊島園歩いて1分のところに、庭の湯っていう温泉がありますので、ぜひですね、ここの温泉めちゃくちゃ良かったので、ぜひスタジオツアーね、回った後、疲れたーってなった時ね、この庭の湯ぜひ行ってみてください。本当にここね、温泉すごく良かったです。はい。詳しくはですね、ブログの方に載せておりますので、ぜひね、そちらの方を見ていただけると、嬉しいです。はい。ということで、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。